手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、これほど美しき景色を見れば、手元に葉があるのなら、雨降る風の中、降るさ、大雨の中を歩けば、海を渡る時の雷雨と比べれば、雪は好きでござる。雲一つなし。実に、早朝に聞こえる鳥のさえずり。正午の日差しは、上に見えるは月。風が止んだ。実は、大会も毎日が荒波というわけでは、楓原家は、かつ天気の良い日は、海に、拙者は、飾り気のない性格、神の目は力の根源ではなく、剣術を学びたいなら、奥山に、かもめよ。北斗の姉君は、拙者が指名手配されていた時、午前試合で、なるほど。どうやら彼女は、稲妻を離れた後、何度も稲妻に住む者なら、白鷺の以前、彼女が姉君、拙者が抵抗軍にいた頃、拙者のことを知りたいのか？拙者は耳が優れていて、小さい頃は雨が好きであった。拙者は、あまり同じ場所には滞在しないでござる。心配はいらぬ。正午の日差しで暖かくなった岩に横たわり、目覚めた嵐が来る時は、自然の音もざわつく。海を渡るとき、最もたやすく入手できる食材は、拙者は、荒作りしたもの。はぁ、この刀、より鋭利になったでござる。雪が地面に落ち、海の波は強い。世を渡り歩けば、おのずと悩みも多くなるもの。お主、参る。はっ！風よ、風の行く先よ、風を知れ、風の赴くまま、雲隠れ、風の無駄、もみち葉を、散らま、いざ、風の流れる方、やりおる。精神統一、一点集中、誠に遺憾なり、罪は、終わったのか。
心配無用。つ拙者を連れて行くのか。いざ参ろう。これでよ